語にヒンディー語に英語英語英語はまあちょっとだけ喋れて、うん、中国語はまあこのご挨拶程度、うん、ヒンズー語はもうあの一言だけしか喋れない喋れるうちに入らないよ。そうでも昔住んでたから喋れるだろうっていう。インドに僕住んでたんですよ。あ、そうなんですよ。なんであの親父父親の仕事のあれでみんなで家族で住んで、それで、まあ、何歳ぐらいの頃？小2から小5。じゃあ喋れるんでしょ。意外と。いやでもやっぱ一番覚えてないというか。どれぐらいだったらいけるんですか今、うんうん、じゃあまず英語で、まあ、軽くなんかちょっと喋ってみてもらっていいですか。自己紹介でもいいですよ。そうですね。 My name is Keisuke Koi. I'm so glad to invited here so independently and I wanted to have something pleasure time with these guys, so thank you. ナチュラルな。ね、英語はどこで覚えたんですか。そのインド時代ですか。インド時代ですね。なるほど、はい、中国語も。中国語は大学でちょっと学んだみたいな。あ、第二外国語で中国語専攻しててみたいな。そうです。これはちょっと怪しいわ。これ怪しいですよ。いや、第二外国語取ってただけで普通喋れないじゃんか。そうなんですね。まあ、ね、ちょっとじゃあ軽く。大家好，我叫小朱回介。我今年31岁，我是日本人。哦哟，那个京都的机票，辛苦啦。ごめん、今どういうこと喋ってくれた。僕今日だけですけど、今日私僕31歳です。私日本人です。よろしくお願いします。私日本人ですというのを中国語で言ってたんでね。日本人に向かって。そうです。なる、じゃあそのねヒンディー語をお願いできます。いや。ナマステ。ナマステ。え、ヒンディー語喋れるとそれだけ？喋れないですよ。俺に三角語いけるよタイと。